皆さんこんにちは、レクセニ講師弁理士の乙美です。今日はですね、2016年向けの、論文講座、論文構造解析コースの方の、プロモーションということで講座の説明をさせていただきたいと思います。まずですね、講座を取るかどうかっていうことも、もちろんね、検討の前提としてあるわけなんですけども、論文の勉強がどのようにですね、するのがいいのか、勉強の方法ですよね。そういったところから、ちょっと考えてみようと思います。でまず、論文というのは、合格答案をですね、皆さん目指して勉強されるわけですけども、合格答案というのはどんな答案なんでしょうか。合格答案には2つですね、必要な要素があるんですね。でまず1つ目としては、これは違法性がないということです。間違いがないということですね。例えば29条の2がありますかと聞かれていて、ないのにあると答えてしまったりとか、結論ですね。あるいは取れない措置を書いてしまったりとか、措置問題でですね。で項目上がってるんだけど、内容でちょっとこう違うことを書いてしまったりとか、そういうような形で違法性がある、間違いを起こしてしまう答案ですね。これはまずその合格答案ではないというのが原則になりますね。でそうして2つ目の要素としては、これは、妥当性があるということですね。確かに間違ってないんだけど、この措置ってすごく回りくどいよねとかですね、よくありますよね。よくね、受験生の方とかで確かに違法性がないんだけど、こういう方法も見つけたみたいな、そういうの結構こう質問とか相談に来られるんですけど、確かにそれは違法性はないと、要件満たしますと。でもどう考えてもやっぱり最短で、通常ね取れる方法としてはこっちの方が有益でしょうと。でそういうものを書いても、もちろん構わない場合もあるんですけど、取りうる措置とか聞かれた場合ですね、その場合は取れるものは全部書いていくって形になるから、見つけたものはどんどん書いていかなきゃいけないわけなんですけど、それでもやっぱり軽重はつけるべきですよね。何を一番聞きたいのか、出題者の意図に沿った答案にしていく。だから妥当性がないというのは、バランスとか出題者の問いに対してちゃんと答えきれてないとか、そういうような答案を妥当性がない答案というふうに言います。ですからその違法性がなく、そして妥当性がある答案が、合格答案というふうに考えてください。でそうすると皆さんの勉強としてはどのような勉強が必要なんでしょうか。まずその違法性がないということですね。その部分に関しては、ほぼ担当知識で問題ないと思うんですね。要は担当試験というのは条文の中身を問う試験じゃないですか。で条文にはどんな要件があって、どんな効果がありっていうことを、皆さんは答えていくわけなんですよね。で当然条文は持ち込みができないです。条文の中身がきちんと分かってるかどうかってことを確認されます。で合格者だけが論文に進めるという図式になりますから、つまりその条文の中身とか効果っていうのは、要件や効果っていうのは、要はインプットできてるということが前提になるんですね。じゃあ論文試験っていうのは、じゃあその上で何を試すんですかっていうと、こういう時にじゃあどの条文を持ってきて物差しとして考えるんですかっていう条文の使い方なんですよ。ですから中身を問う担当試験に対して論文は条文の使い方を問う試験なんですね。ですからその条文物差しとして正しく用いることができる人というのは、条文の要件効果が分かっている人だから、なので担当試験合格しなければ論文に進めないんです。ということはですよ、論文正しく書ける解けるということに関しては担当知識が必要だということなんです。だから担当の勉強と論文の勉強というのはね、別物ではないってよくね、いろんな方言われると思うんですけど、それはそういうことなんですよ。なので担当の勉強を一生懸命することは、実は論文の勉強にもつながるし、で今のようなね、こう今の時代のような免除制度なんかがあると、担当知識ってどうしてもやっぱ落ちてきますよね。インプットしたことって使わないと落ちていくでしょ。で論文の勉強していく中で、当然繰り返し繰り返し毎回毎回出てくるような条文もありますけど、でもそうじゃない条文の方がやっぱ多いですよね。何回かに1回出るけど1年に1回かしか出ないとか、そういう条文っていっぱいあるじゃないですか。やっぱりそれっていうのはメンテを続けておかなければ、なかなかやっぱりそのうまく使えなくなってくると。ですから今の試験制度って、実はその受験生にとっていいとは私必ずしも思っていないんですね。
要は担当試験をクリアしたすぐ後にその知識をですねちゃんとピークを越した後にあの論文試験があれば少なくともその違法性を出す確率というのは減らすことができるし、うん、あの知識の部分で不安がなくですねあとは論文プロパーのところを補填して進むことができるっていうのがやっぱり私たちの時代の旧制度なんですよ、うん、まあ、あの制度についてとやかく言っても仕方ないんですけど今の制度の中でじゃあどうすればいいかってことですね。ですから担当受験者の方は担当の勉強もしっかりしておくと、で少なくともその知識の部分に関しては相乗効果があるんだからあのしっかりと早いうちから担当の勉強を始めるってことは当然必要になってきます。でもう一つメンテが必要な免除の方はですねあの書くんだばっかりではなくてやっぱり定期的にそのちゃんと知識が落ちてないかの確認つまり過去問を通して解くとかそういうことのやっぱりメンテも必要になってくると思うしやっぱり定期的に条文を全部読みしたりとかあるいはその論文で間違った箇所に関しては 2,3 年分担当の過去問を解いてみるとかそういったような復習も当然必要になってくるかなというところなんですね。でそういうことがきちんとできれば受験者の方も免除の方も、まあ、いわゆるその違法性がないというところに関しては、まあ、だんだん担保ができてくるだろうというふうに思います。で一方で、うん、次に妥当性があるかどうかっていうことですね。これものすごく分かりにくいですね。例えば論文答練を解きました、ね、解説を聞きました、ね、でそれで、まあ、解説を聞くまでもなく多分その間違ったか間違ってないかっていうのは解説冊子見れば分かるんですよ。でも書いてることがなかなか理解できないから、まあ、解説が必要だったりとかする部分も多少あるんですけどでも間違う間違わないっていうのははっきり言って、まあ、明白ですよね。結論としてはなぜっていうところはもちろん解説が必要かもしれませんけど、うん、でも間違ってるか間違ってないか明白じゃないですか。だけども妥当性があるかどうかっていうのは実は結構難しいんですね。判断が自分ではそうは思ってないっていう人結構いるんです。特にやっぱり何年も何年も論文でねこうつまずいてしまう方っていうのは違法性の部分ではなく妥当性の部分に難がある方っていうのは実は多いです、うん、でまあそれは両方あるんですよ、うん、あっさりすぎるっていう方もいらっしゃるしあのバランスを崩して自分の好きなところをいっぱい書いてるっていう方もいらっしゃるしね。でどっちも良くないんですね。どっちもやっぱりその何でもその適度っていうものが必要なもので、で特にその条文の要件効果の部分に関しては、ね、さらっとすぎるっていうのも良くないですし、だからといって一つの要点に関してね、聞かれてここ聞かれてるからってそこの部分だけ集中して書いていいわけではないし、そういうバランス感覚っていうのもすごく難しいわけですよ。でそれをじゃあどうやって養っていくのかっていうと、まず自分がバランス間違ってないかっていうチェックが必要なわけですよね。でこれは自分ではわからないものだから、やはり添削を受けることが必要だと思います。でそのためのいわゆるそのアウトプットですね、集中答練とか論文実践答練とかあるいは論文完成答練とか、まあ、アウトプットして書いて提出して添削を受けるっていうことですね。そういったところ の講座で担保できるかなというところなんですね。でそれでまあ修正をあの要はチェックを受けて修正をして自分のバランスをだんだん整えていくっていう形になりますね。はい、でなので論文の一番大きな柱っていうのは、まあ、それほどねあの難しくないなって思うかもしれないんですけど、実はですね、まあ、知識があっても、まあ、要は違法性の部分もそうなんですけど、知識があってもそれの組み立て方っていうのがなかなか難しかったりとか、あるいはあのバランス感覚っていうのを答案の中でやるわけではないんですね。実は答案構成の中でこれをどれだけ書こうかとか、書く順番こういうふうにしようかとかっていうところの調整をするのが一番ベストなんですね。でそれがなかなか答案構成の段階でできないっていうことが結構あります、うん、だつまりそのプロセスですね、プロセスの組み方っていうものが結構できないっていうことが多いんですね。でそれをあのきちんと、まあ、あの手当てすることがその違法性をなくすことにもなるし、で妥当性がある答案にもなるということで、その大元のところの答案構成ですね、ここを、まあ、きちんとやるっていうことってすごく重要なことなんですね。でそういうことに、まあ、スポットを当てつつ、でその題材をですね、まあそのまあ、主だった条文ですよね、そういったものをベースに、その出される形式に応じた構成の仕方とか組み立て方というのを見ていくっていうのが、あの論文構造解析講座というものです。ちょっとテキストをですね見ていただこうと思うんですが、
テキストはこのようにですね、ちょっとこう築城っぽく条文が載っています。で、全ての条文ではなくて、もちろんその論文で必要な条文になってくるんですけど、例えば秘密事項の問題、まあ、過去どんなパターンで出されているか、当然趣旨ですね、これがまあ出されるパターンがあります。そうするとこれってどういう感じでまあ書いていくのか、要は組み立て方ですね、そういったものを学ぶと。あるいは措置問題で出されるパターンというのはこういうパターンがありますよと。でそうすると、まあ、事案の検討をして、まあ、秘密事項の利用をしてっていう、まあ、これはまあ構成の仕方をレクチャーしていくわけなんですけど、まあ、そういう形で使っていくと。で、あるいは侵害系で出される場合もありますよってことで、侵害で出された場合はこういう知識を必要としますという、その知識の導入ですよね。それが例えば、ね、趣旨だったらどういう知識を導入しておくべきなのか、事案解決だったらどうなのか、侵害系だったらどうなのかで、同じ秘密事項と言ってもそのテーマが秘密事項なだけで、問われる角度が違ってこれば、秘密事項に関わる知識の中でも動員してこなきゃいけない知識っていうのはやっぱり違ってくるんですね。で、それをいろんな角度から見ていきましょうと。だから知識の整理をその事例問題で問われる、まあ、パターンに応じてその知識を整理していくっていうのがこの、論文構造解析講座なんですね。ですから、まあ、その解析部分っていうのはその知識、まあ、要は、ね、秘密事項ってこういうものですよって基本レジュメで勉強したり、あるいは本読んだりとかいろいろこう知識持ってると思うんだけども、じゃあそれっていうのはどういう、ね、角度で問われたらどういう、ね、あの知識を、まあ、排出していかなければいけないのか、アウトプットしていかなければいけないのかっていうようなことをですね、こういろんな角度を交えて、解説をしていくっていうのがこの講座の目的、まあ、進め方になります。で、まあ、ちょっとだから今までの講座とだいぶ違うと思うんですよ。一見するとね、こういうふうにこう条文がパーンと載ってるので、そうですね、去年とかでもね、こうちょっと築城的にこう知識を見ていく講座なんかも論文でもあったと思うんですけど、やっぱりその築城的に条文を見るだけだと使えないんですよね、実際の事例問題とか趣旨の問題に対して、だからやっぱりテーマを築城で掲げつつも、そこにやっぱり角度を変えて見方を変えることで知識に広がりとか深さを持たせていきたいというのがこの講座の趣旨になります。なので私がやっぱり理想としているところは、知識のインプットっていうのはやっぱアウトプットっていう要素を入れていかなければ、なかなか本使えるインプットにならないというのが私の考え方なんですね。つまり武器をいっぱい持ってると集めてくるのも大事なんだけど、まあ、取説読んでなければ使い方分かんないわけですよ。で、分かんない知識ってお荷物なだけなんですよ、戦いに行くのに。だからそれだったら必要最小限の知識で自分が使いこなせてるものを持っていくのが一番戦いやすいわけなんですね。で、それって論文と一緒だと思ってるんですよ。だから使えない知識いっぱい持ってても仕方ないんです。だからそれを使える知識に変えていきましょうっていうのがこの講座なんですね。ですからもちろんその持ってない知識を揃えるっていうことも皆無ではないんですけど、どちらかというと持ってる知識を実際論文で使える知識に変換していくということをこの講座の目的としていきたいと思います。結構22回っていうのはね、中上級の講座では大きな講座なんですよね。まあ、それだけ力を入れてるということの表れでもあります。で、その上で実際じゃあその、ね、知識の整理をしながら、じゃあ今度はそれを本当に実践で使えるんですか、ちょっと戦いに行ってみてくださいよってことですよ。それが集中討論であり実践討論なんですね。で、やはり論文っていうのは、まあ、結構ね、討論ゼミ大事だって言われるじゃないですか。で、確かに大事です。大事です。で、なんで大事ですかっていうと、やはりですね、それはやってみなければわからないからなんですよ。自分では頭でかちになってて、いやもうこれ完璧とね、できるんだっていうふうに思ってても、それできないことっていっぱいあるでしょ。自転車の乗り方だって同じなんですよ。こういうふうに乗るんですよってね、座学で教えてもらって、あ、なんか乗れる気になると思っても、実際乗れるかっていうと、やっぱり何回かこけながらしか乗れるようにならないじゃないですか。ね、あるいはその、ね、こう補助輪をつけながらだんだんこう片方ずつ取っていったりとか、子どもの頃したと思うんですけど、まあ、そういうプロセスっていうものが結構大事なんですよね。ですからそれでやっぱり論文っていうのは書けるようになるためにはアウトプットは必要な要素だっていうのは同じことなんですね。
でそういうことをきちんと組み込みながら作ったのがこの解析コースの中身になりますので、まあ、これをきちんとですね消化していただければ必ずねやっぱり合格答案を書けるようになると思っています。まあ、そのためにはもちろん私が言ったことをちゃんとやっていただきたいっていうのは気持ちはもちろん強く持っていますけども、まあ、それほど高いことを要求するわけではありません。ある程度中長期的なスパンでやっていくわけですから十分にどの段階の方でもついてこれる内容になっていると思いますし、で、まあ、むしろね上級の方にも受けていただきたいなと思うんですよ。上級の方っていうのは当連だけとかまあ、ゼミだけっていう方もね多いと思うんですけど、じゃあその書いた後どうしてますか、書く前のプロセスちゃんとできてますかっていうところを実はチェックするとそうでもないってこと結構あるんですね。でまあそれはね別の機会で例えば道場だったりとか、まあゼミでもねそういうことをするゼミなんかもあるかもしれませんけど、やはり早い段階からそれをね座学でやっておくことでだいぶその年明けの効果っていうのは違ってくると思います。ですからまあぜひですねこの22回は消化してもらいたいなと思っているんですね。でまあいろんなねこの後も皆さんとしてはですね例えばまあ担当との並行とかあるいはゼミも考えてるんですっていうこともあると思います。だけどやはりその柱一本ですねきちんと、つなぎ組み立てておいてですね、でその上でまあそのゼミをプラスするのかそうなのかってことは決めていくべきで、ゼミはあくまでもオプションだというふうに考えるべきかと思います。で担当に関してはちょっと違いますよ。もちろん今年の試験ねこれ終わった後で私今お話をしているので難しかった試験であるということは変わりがないと思います。でいろんな難しさがありますけど今年は知識の深さというものがやっぱり必要でしたし本当に基本的に趣旨から考えられるかとかそういう観点からものを考えることもすごく大事な試験だったと思うんですね。まあ、だからこそ論文の勉強の中にこういった形で趣旨というものを勉強する機会を設けることでやっぱりその担当のね考える力っていうものも養っていけると思いますので担当の勉強は必ず第一に大事です。どっちを優先するんですか？絶対担当の勉強です。それは忘れないでください。だけども論文の勉強を並行することでうまく使えるようになるんだってことを観点を持つことで随分やっぱり効果違ってくるんですね。ですからせっかくもし、ね、論文もチャレンジしようと、ね、担当一本に絞るんではなくて論文もチャレンジしようと思われるんであれば、まあ、そういう観点でね忘れないように、まあ、講義を聞いていただければだいぶ結果が違ってくるんじゃないかなというふうに思っています。はい、まあ、まだですね、開講は8月もう待ち遠しいんですけども、暑い時期まで待つことになりますが皆さんとですね、教室でたくさんの皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。では、皆さん、お疲れ様です。